はい、どうもマキオです。グッドアイランドという変なゲームをね見つけました。ちょっとね風邪気味で鼻声なんですけど、グッドアイランドどんなゲームかと言いますとよくわかりません。一応ね、ゲームのカテゴリーはトリビアです。どういうこと？じゃあやってみましょう。せーの、プレイ。おお、TPS のゲームですね。ホールド？あ、すごい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 。あれ、ハイエナレベル1っていうのがいる。曲がポップ。あいつを何倒せばいいの？じゃあめっちゃ血出るやん。めっちゃ血出るやん。消えるやん。なんだこれ。やべ、マッチョが来た、マッチョが。おら。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。マッチョキモ、ゴリラもキモ。ちょっと街の方行ってみるか。これなんだ。あ、これアイテムだ。持ってない。持ってないのか。飛行機とかもね、あるっぽいっすね。何これ。気持ち悪い。キリン倒せる？おら、おら、おら、おら。正面からやり合うじゃない。お、キリン倒した、すげえ。あ、沈んでった。キリンめっちゃいる。まあいいや、とりあえず、なんか、家の中入ってみよう。すっごい操作しづらいな。キリンレベル2がいる。怖っ。家の中入れるのかな？ちょっと、マッチョ。マッチョ。そしてゴリラ。なに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 、もう恐怖なんだけど、なにこれ。あ、皆さん見てください。動画をね、見たら、1000マネー、マネー、右上のね、1000マネーというものをもらったので、そうだな、刀を、めっちゃ出てきたんだけど、装備できるのか。へえ。あ、召喚できるんだね。刀を召喚できるんだ。あ、ダメージ高い、ダメージ高い。お金稼げる。あ、これでお金稼げるんだ。よし。キリン狩りのね。待って、ゴリラいる、ゴリラいる、ゴリラいる。おら。こうやってお金を稼ぎます。ハンドガンを買う。ハンドガン召喚する。ハンドガン掴む。狙う。撃つべし。ちょっと待って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 。ちょっと待って、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。めっちゃいる。うわ、やられて。スクータイじゃん。おお、すごいね。何でもできるね、このゲーム。ジャス。HP がどこにあるかわかんないし、すっげー曲がる。すっげーこのスクーター曲がる。キモ。やばい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 。マッチョマッチョマッチョレベル2。マッチョレベル2が来たよ。チーター。はい、皆さん、スナイパーライフルをね、手に入れましたよ。スナイパーライフル。ということで、これで、あら、これは、ちょっと面白いんじゃない？スナイパーライフルまでが結構苦痛だね。ね、リロードとかもないんで、ガンガン、バシバシ、撃っていきましょう。おお、マジか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 。何やここ。やばい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 。うえぇ。あ、ちょ、一撃。
はい、皆さん、こちらですね、見てください。3万マネー手に入れました。はい、飛行機でかさあ行ってみましょうか。アクセル、いやすごいな、地味にすごいな。この世界の果てを何なんだろうね、まあ、こんな感じでなんか、大丈夫これ、大丈夫かこれは。来ました。うわー、この飛行機無敵だ。飛行機の上無敵。肩に拾って、恐竜倒すとどれぐらい入るんだ。強えな、さすが恐竜。おお、めっちゃもらえる。もうちょっとな、恐竜借りたいけど、いねえな。チーターさん、来てます。ほう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 、先端に乗ってね。ちょっと待って、ほら、やーべえ、集まってきた。攻撃できないか、力じゃ。でも羽の上から、いけない。フリーチャー気持ち悪いな。はい、皆さん、お待たせいたしました。戦車購入ですね。召喚、おお、これは強いんじゃないか。おお、すごい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 、一撃一撃。これでちょっと進んでみますか。いいね。あ、素晴らしい素晴らしい。蹴散らせるよ。それで行きまして、さあここですね。ここで連射がすごい。連射が、ああ、いいじゃん。はい、ということでいかがだったでしょうか。謎ゲーでしたね、すごくね。
1時間やってます体調が悪い中1時間やっております。はい、こんな感じで、一応ね、何するわけでもなくこのゲーム飽きるまでやってくださいっていう説明が書いてあったんでね、皆さんも飽きるまでやってみたらどうでしょう。さあ飛んでいきましょうね。わーっといってね、こっからもう何もない。そしてはい、闇の世界。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価ボタン等々お願いいたします。どうなるんやろうこれマジで謎なんだけど。